はい、今日はね、吉野家のランチを食べに来ました。優待券です。時計はパネライです。吉野家、はい、ここね、自転車の空気入れがあるから、まあ、とりあえず行ってみよう。優待券を使ってないので使ってみます。で、300円で食べれる牛丼並み、うん、で、こんな感じ。これにしてみますか。たまにはね、吉野家いいですね。あの、だし、肉に染み込んでるだしが美味しいですね。で、毎日だとちょっと飽きちゃうかもしれないけどね。結構美味しかったです。株主優待券を使ってました。これ、20食あります。1年間ね、食べきれない。